大変汚らわしい。静馬さんの仰々しい姿を見て、自分はまたそんなことを思い出していた。でも今亡くなった親父さんがね、人柱になったとかいうわけではないでしょう、別に。新木場探偵社、神奈川県は藤沢市の小さな探偵業者に自分は勤めている。うん。業務内容は主に素行調査、経歴調査、尾行調査等。小説のような奇抜さはなく、現実はただただ地味な業務だ。まあ実際の探偵業はそうなんだろうね。新木場さんは自分の上司にあたる。依頼を取り、調査員に割り振るのが彼の仕事だ。まあ新木場探偵社って名前になってるぐらいだしね。今回、なぜ自分の判断が必要だったのか、いまいちよくわからない。日は傾いたまま、屋根の上で粘り強く照っている。暑い車に乗り込むと、新木場さんはため息をついた。安息とはほど遠い、重荷を背負い込む声だった。君のおばあ様は大江島の出身でしたね。ほう。静馬さんからの最初の依頼は人探しでした。同じ体格かつ大江島に血筋のある男性を探していると。なるほどね。それが探すまでもなく自分だったというわけですね。適任だったわけだ。あいにくとも言いますか。人探しは自分が担うことが多いが、自身が求められたのも初めてだった。しかし東京の人間がなぜわざわざ神奈川の探偵を頼るのか、確かに引っかかる点はあるが、おいおい面談で伺えるだろう。自分はそんな風に疑問を飲んだが、新木場さんは未だ口ごもっていた。君にもそろそろ依頼の主者を任せようと思っていました。でも今回引き合わせたのはそんなつもりじゃないんです。ほう。悪い予感がします。でも僕の思い込みかもしれない。だから君の勘を頼りたかった。いや怖いって。当たりそうだって。あんたの勘だって探偵業を営んでるさ、上司のだって勘でしょ。当たるって。そういうのは。あの方々をどう思いますか。率直に聞かせてください。自分は黙った。大崎君、今からでも遅くありません。断りを入れたって。一度引き受けたことを撤回すれば社の信用に響く。だが新木場さんは不名誉を負ってでも構わないというのだろう。とても社長のセリフじゃない。過保護すぎませんか。でもね。新木場さんはへにりと顔を溶かした。まあうさんくさいのは確かだわ。替え玉で法事へ出席しろでしょう。彼はいつもこうなんだ。身内にも他人にも。この前うちよりいい探偵がいるとか言って、せっかくの大口を別所に紹介したでしょう。ほう。さすがに呆れました。すごく困った様子だったから、早急に調査員を出せる川越さんの方がいいと思って。お人よしが過ぎます。うん、それが言いたかった。お人よしすぎるな。それに今回は自分が決めたことですから、新木場さんが気負う必要はありません。たとえどんなに怪しい依頼だろうと、どんなに怪しい人物だろうと、何が起きても自分はきっと後悔しない。立派な模範解答ですね。いやー、怪しさは賞味満点だよ。彼は関心のセリフを呆れて言った。失笑ではあるが、笑みは引き出せたのでよしとする。信号待ちでタバコを差し出された。ねぎらいに甘えて自分は白い息を吐き出した。今日鎌倉駅で人が跳ねられたんです。ちょうど自分の乗っていた電車でした。って考えたら、一日で二人の死に際に出会ったっていうこと？やばすぎないね。おい、お前、なんか取り憑かれてんじゃないのか。お祓いしてもらえ、大崎お前。だから今日は代わりに一人、誰か助けたい気持ちだったんです。いつの間にか夜が降りてきた。不安を抱えたまま迎える夜がどれほど恐ろしいかを自分は知っている。自分のあのうなずき一つで静馬さんの肩の荷が下り、救われてくれるならそれでよかった。
電話口では断るつもりだったんです。代理参列なんて便利屋の仕事ですから。まあ確かにね、探偵の仕事かと言われるとちょっと怪しいところあるな。考えてみれば、懇願されて面談に向かえば、静馬さんは君そっくりで、どうも人ごとに思いませんでした。運命めいたものを感じるな。まるでもうこうなることが運命であったかのようだ。やっぱりお人よしですね。耳が痛い。しかし、たとえ苦しむことになったとしても、結果人助けが叶うなら間違った判断なんてないと思う。安心して任せてください。参ったな。再びの信号待ち。彼もタバコを加え、もどかしい顔をして吸い込んだ。誰か助けたいという今日の気持ちに偽りはない。新木場さんはこれを正義感と心配しているようだが、実際はその真逆だ。ほう。仏をまたいだみそぎを行いたかっただけだ。お前は死神かなんかで、多分一日に全くの赤の他人二人の死に際に遭遇なんて、そんなことねえよ普通。次第に窓の外は暗く、変わり映えのない景色になっていく。自分は目を閉じ、先ほどの依頼を反芻した。そもそも仕組まれた依頼っていう話はないか。このね、亡くなった台場佐兵さん、亡くなったふり、いやどうだ、さすがにないか。それは台場佐兵の息子、台場静馬と偽っての代理参列。三回忌の舞台大江島とは、伊豆諸島八丈島の先にある島だ。なるほど。戦時中は軍用地に指定され、一時的に人口を増やしていた。しかし敗戦とともに軍が撤退し、現在は無人の孤島となっている。無人の孤島、ミステリーによくある舞台。いいね、おあつらえ向きじゃん。その島について知る者はごく少ないけれど、昔からその島の存在は自分の心の近くにあった。かつて祖母が聞かせてくれた島の思い出、そのせいか行ったこともないというのに夢にまで見ることがある。夢の都度島は広がり縮まり、想像の中で自由に形を変えた。いつしか心に祖母を住まわせる場所となり、大事な存在となっていた。大江島にずっと呼ばれている気がしていた。いつか行かなければならないと思っていた。自分を呼ぶその声が今日特に大きく聞こえたんだ。余計運命めいたものを感じるな。平塚駅で降ろしてもらい、帰路に着く。下宿先では夕食の匂いが自分を出迎えた。大きな決断をして帰ったというのに、意外に自分の足取りは変わらなかった。いや、奇妙な因果という感じ、この感じ好きだよ俺。空気感というか、部屋に着くと真っ先に手袋を脱ぐ。今夜はもうどこに呼ばれることもないだろう。部屋着に変え、布団を敷き、食事も取らずに横たわる。腹減るぞお前。自分には古着の喪服が1着と普段着が2着、それからタンスと机の他には何もない。ミニマリストの域を超えてるだろそれは。もうちょっとなんかないか。何もなさすぎだろさすがに。祖母は10年前に亡くなった。兄弟もない、友人もいない。こんな日々を人は孤独と呼んで嫌うらしい。いや、ちょっと重すぎます、ね、突っ込みどころに困ります。重すぎます。ちょっとさすがに2週間後、さあまあキリもいいから今回この辺で終わっておくか。ちょっと長くなったかもしれない。ひょっとしたらもっと前にすでにパート1を俺自身が切ってある可能性もあるけど、まあ俺は続けて撮っていくわ。はい、あれから1日経ちました。なんかね、1日ですげーコンディション悪くなっちまって、どうしちゃったのかわかんないけど、とにかく両方の鼻水から鼻止まんなくって、頭痛はするし喉は痛いし、もう俺死ぬ死ぬの俺はね。まあなんだけど、まあ普通に続きが気になるからもう読んでいくわ。強制的に台場邸での顔合わせから2週間後、2週間経ちましたよと。面談場所にホテルラウンジを指定する電話が来た。ほう。ちょっと今日はね、滑舌少し悪いかもしれない。通常打ち合わせ場所は相手の希望や依頼内容を鑑みて決められる。うん。聞き耳を恐れるのなら自社。
気軽なものなら近くの喫茶。それが都心に呼び出され、しかも、怒り国。絶対違う。帝国かな？帝国ホテルのラウンジで待たされるとは初めてだった。うん、いいホテルってことか。手慣れている。とも思った。ラウンジは吹き抜けで、それぞれの階から日差しを取り込み、1階のロビーを特に華やがせている。うん。フランク・ライト・ロイト設計のこの帝国ホテルは1923年、なんか英語聞こえない？なんか周りのガヤガヤ声が英語喋ってんだけど、1923年の建設だ。うん、建築だ。なるほど。宿泊するのは主に外国の要人で、フロントからは流暢な、なるほど、だから英語ね。フロントから流暢な英語が聞こえる。テラコッタの壁色も相まって、異国の空港へ来たように思われた。龍馬さん、違う！あ、一日経ったらもう龍馬さん。戻ってきた龍馬さん。だってもうパッと見龍馬すぎるよ、これ感じ。静馬さんは遅れて玄関に現れた。席から立ち上がって場所を示すと、彼はパッと笑顔になって刻み足で近づいてきた。すみません、にわか雨に捕まりまして。あ、こうして改めて見るとまあ似てるな。髪型以外はもうそっくりそのまま顔は似てるよな、主人公の大崎に。そう言って彼は肩の露を払う。夕方に沈んでいた表情とは打って変わり、晴れやかな笑顔だった。あれから2週間が経ち、父佐兵との別れが無事済んだのだろう。改めまして、大崎と申します。こちら名刺を。おお、ご丁寧にどうも頂戴します。さあ、一日経ってコンディション悪くなって頭ボケちまってるけど、頭回転させてっか。なんでわざわざホテルのラウンジに呼び出したんだ。別の場所でもよかったんじゃないか。やっぱ怪しいよなこいつ。まあとりあえず話聞くか。お互い譲り合って席へ着く。こうして揃ったのを見計らい、先に注文していたコーヒーが2つ運ばれてきた。いや、洒落た場所で洒落たもん飲んでんね。静馬さんはボーイへも謙虚に頭を下げた後、喉を潤し、つかの間天気の話をした。うん。土砂降りには驚きました。まったく、夏の天気予報は当てになりませんね。まあ、まずは会話のジャブとして天気の話きたね。君はご無事でしたか？ええ。早くに着いていたので。濡れずに済みました。それはまた、お待たせして申し訳ない。なんかやっぱちょっとうさんくさいなこいつ。いえ。東京の歩き方が分からず、せかせかと到着してしまった次第だ。まあ遅れるよかいいんじゃない。東京ってあれなんでしょう、どんなに遠くへ行くにも便利で30分とかで行けるけど、逆にどんなに近くに行こうとしてもなぜか不思議な力が働いて30分かかるって聞いたことある。静馬さんの息が落ち着いた頃合い、自分は手帳を取り出し、新しいページを机に広げたかな。彼もこれを見て心を新たにしたようだった。ああ、また雑談が長くなってしまうところだった。それじゃあ本題に。うん。彼は咳をつき、喉の調子を整える。それから少し小音を下げて、神妙に語り始めた。さあ、いよいよ本題。父に案内状が届いたのは先月7月1日のことでした。それから不調をきたし、最後はあのように寝たきりに。1ヶ月足らずであんな感じになったの？やばくない？それはもう呪詛かなんかかけられてるだろう。呪いのアイテムかなんかなんじゃないのか、その案内状。そうして上ごとにこの法要に参じるよう繰り返しました。うん。必ず代理を立てろと。なんでなんだ、その代理を立てろの意味がわかんない。お前は出向くな。うん。影武者を使わせろ。なんで？静馬さんはポスポスとそう述懐した。いや、影武者って江戸時代じゃないんだから。あ、急に止めるな BGM を。急に BGM を止めるんじゃない。なんだお前。あははじゃないよ。なんか言え大崎。ねえ、なんか言えって。ね、この温度差何ね。おい、なんか言えよ。おーい、何この空気、何この温度差、何もう実況者殺しやめてね。どんなツッコミしてどんなトークしたらいいのか分かんなくなるから、この空気感。普通の代理人ではダメなのかと聞きましたが、
それはもう固くなで。いや普通に BGM 再開して語り始めるんじゃない。そっくりの代理を立てなければ家督を譲らぬとまで言い出したんです。はぁ、なんでそんな固くななんだ。法要への不参は許さぬ。うん。都内の探偵にも依頼しました。ですが父の求める狭い条件では見つからず。まあ同郷出身者で瓜二つの人間探さなきゃいけないってなると難しいわな。それなりに僕に似た人を引き合わせても絶対に首を振らないんです。うん。思いあぐねて神奈川の探偵を当たったところ、幸運にも君に出会えたというわけです。唯一無二の逸材だったっていうことね。大崎静馬さんは銀のケースを手渡した。僕の名刺です。法要の際名刺交換の場があるかもしれませんから念のため。うわうさんくせえ。拝借します。台場建設株式会社取締役代表取締役台場静馬。うん。名刺の紙も上質でもらった人は存在に扱えない代物だ。うん。詳細な肩書きは省かれているが次期社長として嫌味ない。名刺を自分に譲る、その意味。僕になりきってご参列願います。やっぱそうなるよね。伺っています。ですが。ですが。心配ご無用、世主は僕は知りません。ほう。静馬さんは早口にこちらの言葉にかぶせていった。どうやらこちらの疑問はすべて想定済みのようだった。うん。案内状は父宛でした。どなたが参列するのかは知りませんが、その方々も世主も僕とは面識がありません。なるほどね。まあ面識があったとしても、面識があったらバレるか。さすがに先の左平さんの葬儀で返している可能性は。父の葬儀は内々で執り行いました。うん。それに知らないと言い切れるのは今まで父が僕を業務に寄りつけなかったせいでもあります。あ、なるほどね。得意先どころか自社の役員すら僕を知らないんです。待って、その状態で会社継いでやっていけるの？お前、純粋な疑問なんですけどね。会社崩壊しない？それその状態で静馬さんが会社を継いだところでうまくやっていける気しないけどね。今現在引き継ぎに戸惑っているところです。やっぱそうなるよね。静馬さんは今の語尾に明らかな霊障を混ぜていた。なので安心してください。君さえ台場静馬だと言い切ってしまえば疑う人はいないんです。なるほどね。後のことはどうですか。法要で知り合った方々とあなたが本土で再会した場合には。確かに。そのために僕とよく似た君にお願いしたわけです。ほう。で、おい、急にイケメンになるな、お前。まあ、前もイケメンだったけど、前髪を下ろすだけでこうも印象が変わるもんか。でもなんか目だけは違うな。すげえ生意気な目してない？こいつ。めちゃくちゃ見て、この目。すげえ生意気な目してる。その生意気な目だけは変えられなかったようだな。彼は前髪を崩し、自分そっくりな顔をして微笑んだ。確かに、人は好まざる限り、相手の顔をよく覚えていない。そんなものだと思う。まあ、それはマジでその通りなんだよな。多少好ましく思ってる相手じゃないと覚えてないよね。正味。メガネをかけ、または外し、髪型を変えてしまえば簡単に別人に見えるし、至極普通に名乗られれば本人かと信じてしまう。が、それでもまるきり違えば見抜かれる。幸い、自分と静馬さんはよく似ていた。目鼻立ち、髪質、肩幅。彼はそれらを目で数え、絵合わせをするように喜んだ。身長は？六尺です。いやもう尺で表すな。六尺？難しいわ。180センチぐらいか？一尺30センチぐらいだもんな。高くね、身長。ずるいぞ。三分の一尺ぐらい俺によこせ。では僕の服を手配しましょう。ちょうど下ろしたての喪服があるんです。ふん。なんかこいつキャラ変わった？ねえ、急にキャラ変わるのやめて。どうした？お前、前髪を下ろしたらなんかちょっと陽気なキャラになるのか？お前は。親が死んだから手に入った喪服だろう。ああ、今のは冗談で笑ってくれていいんです。
あ、そういうことを、おろしたての喪服って笑えねえよ。何の冗談、ブラックジョークが過ぎるだろ。全然笑えねえって。なんだお前。だってほら、悲しみは笑いでしか打ち消せませんから。まあ今のはちょっと不謹慎でしたか。いやダメだ、うさんくささが増していく。いや悲しみはね、ある程度軽い悲しみは確かに笑い事で打ち消せるかもしれないけど、身内の不幸とか大切なものを失ったっていう心に深い傷を残す悲しみは時間の風化でしか解決できないと俺は思うよ。時の流れを待つしかない。そういう心の傷は。すみません、もともとうまく笑えないたちなんです。それはまたどうして。わかりません。うん、わからない。何がおかしい。何笑とんねん。笑い事じゃないよ。今回の件でいろんな探偵とお会いしましたが、この職は面白い方ばかりですね。特に君は。いや、お前も相当面白いやつだぞ今のところ。こちらからも質問してよろしいですか。ああ、すみません、また長々と。逆質問来たぞ。うわ、急にパカパカ髪を上げるんじゃない。急にパカパカ髪を下げたり上げたりするんじゃない。急に広いおでこが見えて一瞬ハゲたかと思ったぞお前。彼は姿勢と髪を正し、しかし口元は悪そうににやりとつぐんだ。さあどんな質問だ。人一人になり変わるにはその人を深く知らねばならない。まあそうだね。誕生日、血液型、学歴、婚姻歴、それらを事細かに伺う。あ、なるほどね。確かに必要だ。龍馬さんは明瞭に答えた。元よりおしゃべり好きなのか、深く切り込まずともハキハキと自らを差し出していく。自分は余さず手帳に書き取った。誕生日は1927年の10月1日、27歳。同い年、くしくも同い年。血液、くしくも同じ血液型。すげえ、お前俺か、俺お前かなあ、俺は静馬さんだった。血液型 O 型。大学の専攻は日本建築。妻との出会いは絵画教室。あ、ちゃんと奥さんとかいるんだね。手帳の一面が埋まった頃だろうか、机に寄っていた体を伸ばし、自分は一息ついた。ありがとうございます。さあ、他に質問は。佐兵衛さんの死因について教えてください。聞かれた際に答えます。確かに、結局何、どういう急な病っていうこと。ああ、それか。どうしようかな、夏バテとかにしとこうか。怪しい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 。何何、そんな明かせないような死因っていうこと。主治医は何と。何ともです。何とも。症状は手足のこわばりと空咳。うん、最初こそリウマチを疑われたのですが、それにしては進行が早く。原因不明っていうこと。まあ次会う時までに考えておきますよ。他には。まあ心臓発作とかにしとく。じゃあしとくとか言って。まあそんな軽いもんじゃないと思うけどさ、死因って。でも昔はよくわからん原因不明の死因は心臓発作にされがちだったって聞いたことある。どうぞ遠慮なく。とても重要なことなのですが。はい、なんだ。静馬さんは顔つきを変え、ごくりと息を飲んだ。タバコを勧められた場合は。え？ああ、そういうことね。静馬さんならどう対応されますか。まあ、静馬さんが吸うか吸わないかによって変わるよね。え、どうぞいただいてください。あ、吸うのね。タバコの文字を丸で囲む。すると彼は吹き出した。手帳に向けていた目を引き上げれば、彼は開き直って大笑いした。タバコがお好きなんですね。君にも嗜好品があるのがなんだか意外で。失礼。あ、なんだ、おい、こいつ失礼なやつだな。何がおかしい、さっきから人を小バカにしやがって。何もおかしいつもりはないのだから普通に笑い返せない。自分は手帳を眺めるふりをして、実際はうつむいていた。ご趣味はありますか。いやー、厳しいとこつくね。だってお前、こいつ大崎、服は 2,3 着しかないし、タンスと手帳ぐらいしか持ってないし、何を生きがいに生きているんだお前は。趣味あるのか、俺が知りてえわ。
ダメだ、なさそうだ。今のは自分への質問ですか？そうだよ、お前コミュ力ないな。さてはお前コミュ力ないな。ええ、そうです。他に誰がいます？君と仲良くなりたいと思いまして。黙るな。黙ってしまえばなぜだかボーイの足音や喧騒すら遠ざかっていった。静馬さんは静寂の中、自分の口元を注視していた。変に思わないでください。僕は昔から兄貴になりたい願望があったんです。なんだ急にこいつ、変に思います？まあちょっとわかるけどね。でもまあ兄弟欲しいと思ったことは俺もある。僕とよく似た君を見ていたら、そんな気持ちを思い出しました。でもどっちかというと大崎の方が兄貴っぽくないか？今年23、若っ。あ、大崎そんな若いんだ。へえ。今年23になる自分と27の静馬さん、静馬さんの方が年下っぽいけどね。彼は年より若く見えるため、自分たちは年子の兄弟にも偽れるだろう。いつの間にか彼はいたずらっぽい素の笑顔を浮かべていた。自分は自らについて話すのは苦手だ。誰の得にもならないし、人が愚かな過ちを犯すのはだいたい話しすぎた時だと思う。口は災いのもとってやつか。ちょっと違うか。まあ確かに大崎は自分を押し出していくのは苦手っていう感じはする。沈黙は金、雄弁は銀ということわざもある。だ、何そのことわざ。沈黙は金、雄弁は銀か。これ字面的にそのことわざ知らないわ。だが静馬さんとより親密になることは彼の人となりを引き出すいい機会でもある。そう利点として捉えた。なんか利点があるかどうかだけで人付き合いしてたら今後生きづらいぞお前。しかし何を聞かれたんだったか、趣味を聞かれたんだったか。自分はたっぷり考えてから答えた。あるの趣味？絵が趣味です。へえ、絵描くんだ。創作家ですね。ただのスケッチです。見た景色を見たままに描く、つまらないものです。うん、いいんじゃない。でもそういう趣味。モデルは？人は描きません。街並みを土手に座って描いています。いやでもそういうものがさ、なんか大崎の死後とか名画としてもてはやされて、でお宝鑑定団で何百万何千万の値がつくわけよ。土手？え、土手？そこ？突っ込むところそこ？そこら中で犬がうんこしてる土手？おい、なんだこいつ、失礼なやつだな。何こいつ、失礼なやつだな。うんこで笑っていいのは小学生までだぞ。へえ。へえじゃねえよ。うわ、ムカつく。なんでこいつ、なんか急にムカつくキャラになってきたな。何こいつ。静馬さん苦手かもしれない、相性は悪そう。公共の場において排泄物をうんこと呼ぶか便と呼ぶかで人となりは大体わかる。今回の場合最低だ。まあちょっと人となりやばそうには思えた。風景画なんて素朴でいいな。それもなんかバカにしてるような感じするな。実は僕も絵をやるんです。僕の場合は油絵で人を。君、油絵はどうです？油絵ね、とても自分には難しそう。フルでよければ画材を差し上げましょう。しばらく忙しくて個人の時間が持てないんです。まあまあまあ、会社の引き継ぎあるだろうし。いえ、画材を広げる場所も必要になりますから。本当につつましい方だ。よければ祈祷後僕のアトリエに招待しますよ。どうぞ自由に使ってください。この仕事が終わった後はもう静馬さんとは今後関わり合いになりたくないです。そうだ、一緒に何か描きましょう。風景画家と人物画家が合作するのは海外では珍しくないというし。うん。おい、なんか言え。お前無口が過ぎるだろ大崎。いや、楽しみだ。勝手に話を進めるな。大崎は大崎で何も言わなさすぎだし、静馬さんは静馬さんで一人で話を進めすぎだ。そろそろ切り上げてもいいだろうか。そもそも自分は雑談に向かない。まあ、こういう風にね、自己評価ちゃんと自分のことは分かってんだよな大崎は。自分を押し出すのは苦手とか雑談に向かないとか。
相手に興味がないわけではなく、情を抱きたくないんだ。代理参列とは別の依頼があると伺っています。別の依頼？なるほど。彼は眉を上げた。ああと思い出した様子だった。彼は片腕をテーブルに乗せ、こちらに顔を近づける。潜んだ声に耳を傾けたなら、自然と体が寄り合った。体が寄り合った。ほう。君は人相書きがお得意で専門だと聞きました。なんだ、なんかひそひそ声で急に。どうした？耳で特徴を聞いてそっくりそのまま書けるなら、自身で見たものはより写実的に書けますよね。急に難しいこと言ってんな。なんだ？なるほど。はい。世襲の顔を書いてきてもらいたいんです。世襲をご存じないのですか？ええ。ですから向こうも僕を知らないと断言できるわけです。ああ、なるほど。お互い顔知らないってことね。世襲の名前は？いや、知りませんよ。名前も知らない。吐き捨てるように彼はそう言った。つまり半分ついていけてないけど、今法事に来るように手紙を起こしたやつの顔も名前さえも分かんないっていうこと？怪しすぎないそれ？それから一つ咳をつき、また不安げに眉を潜める。同情を請う困ったふりの演技だ。演技かい。その実隠されているものは世襲に対しての不信だと思った。案内状は父宛てですが、中身は僕も拝見しました。場所と日時を手帳に移したその後、父はその手紙をいずこかへなくしてしまったんです。いや、わざとっぽいな。あえて手紙は処分したっていう感じかな。じゃあ父だけか、顔や名前を知ってるのは。相手のはっきりわかるのは場所と日時と個人の名前だけ。他にもいろいろ書いてあったのですが、何だったか。まあ思い出せないなら重要な情報ではないのか。個人の名前は大江庵です。ふん。世襲はその大江さんのご親族でしょう。そうして彼は何やら紙を取り出す。彼、台場静馬によって書かれた案内状の手控えだった。ふん。場所、大江島。日時、9月23日。個人、大江庵。実に簡潔で簡易なものだ。自分はこれを受け取り手帳に挟んだ。承知しました。今日は以上です。9月にまた時間をいただいているので、それまでに質問をまとめておきます。なるほどね。面白くなってきたよ。自分の飲み物もちょうど尽きる。お代は？いえいえ、ここは僕が。ご足労いただいたのにお見送りできず申し訳ありません。この後ここで打ち合わせをやるんです。じゃあ何、ついでっていうこと？だからこの場所だったんですね。ええ、アメリカから来る建築士とかなり大きな商談です。ああ、その大きな商談のついでっていうこと？俺とのこの話し合いは、大崎さんとのこの話し合いは。入道雲が見えたので夕方にもう一雨来ると思います。それはいいことを聞いた。帰るときにはどこかで傘を調達しないと。いや、どうせ泊まりになるかな。ほう。何なんだお前その顔。腹立つな。何こいつのこの顔。見てこの顔。すげえ腹立つ顔してるんだけど。失礼します。立ち上がってお辞儀を交わす。自分は振り返らずにホテルを去った。相手に興味がないわけではない、情を抱きたくないって言ってたけどさ、大崎、やっぱ過去の空襲で家族みんな亡くしてるみたいなのがあるのかな、背景に。だから仲いい人を作ったら失うのが怖いみたいな、そういうちょっと内心があるのかな、なんて今ふと思ったわ。都心は風がないために気温以上に暑く感じる。その足で日比谷駅か、日比谷駅に来た自分は適当な喫茶の窓際に座った。うん、洒落た場所来たな。またコーヒーを待つ間、手帳を開き先ほどの時間を見返した。しかしなかなか身が入らない。珍しく悩み事？奇妙なのは、亡き台場佐兵が参列を断るでもなく代理を立てるよう願ったことだ。まあおかしすぎるよね。だから参列自体はしたかったけど、自分や親族には行かせたくなかったっていうこと。なぜ？
もうわけがわからん。ウミガメのスープみたいな、なんか水平思考ゲームみたいになってきたな。そしてシズマさんの個人大江庵という方への無関心な口ぶり、何一つ情がない様子だった。まあそうだね。大化けを継ぐ条件が代理三列であるから血眼になって人探しをしていただけなのだろう。まあそれ以外どうでもよかったっていう感じだね。それともわざとあんな軽薄な態度を演じたのか。何か大事なことを伏せられている気がする。大和佐兵が案内状をなくしたことも怪しすぎるよな。案内状なくした絶対嘘だと思う。俺あえて処分したんだと思うよ。特に強く引っかかる。そう疑わせる不気味さが大和一族にはあった。怪しい。自分は手帳を落とした。そして大和静馬、大和静馬と繰り返し口ずさむ。これからこの男になろうというのになかなか自分のものとして受け入れられない。このような依頼は初めてだったが、こなせる自信があったはずなのに、今漠然とした不安を抱えている。できるだろうか。いや、できるようにならなければ。ぼやけているから不安を強大に感じるんだ。焦点を合わせ不安の輪郭さえ明かせばなんてことはないと思えるのが経験則だ。そのための時間はまだ十分にある。アイスコーヒーが運ばれてきた。一口飲み、自分が暑さからではない冷や汗をかいていたことを知る。コーヒーの良さはどこの店でも大体同じ味であることだ。いやどうだろう、美味しいコーヒーはガチで美味しいぞ。まあ同じ味っつったら同じ味か。でもしかしこんな感想もきっと失礼に当たるだろうから、やはり沈黙の金に限る。